これより令和6年9月定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。まず新たに就任された副知事鈴木康之君をご紹介いたします。鈴木康之君。先の定例会でご承認いただき副知事に拝命しました鈴木と申します。花角知事をお支えし県政発展のために力を尽くしてまいりますので、県議会の皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。次に諸般の報告をいたします。まず地方自治法第199条第9項の規定により、監査委員から流域下水道事務所等に関する監査結果報告がありました。次に、地方自治法第180条第2項の規定により、知事から次年度以降にわたる賃貸借契約の締結並びに損害賠償額の決定及び和解について専決処分した旨報告がありました。次に、地方公営企業法施行令第18条の2、第2項の規定により、知事から新潟県基幹病院事業会計にかかる継続費の精算報告がありました。次に、地方自治法第150条第6項の規定により、知事から内部統制の評価に関する報告書の提出がありました。次に、地方自治法第243条の3、第2項の規定により、知事から県の出資等に係る法人の経営状況を説明する書類の提出がありました。次に、地方独立行政法人法第78条の2、第6項の規定により、知事から公立大学法人新潟県立看護大学の業務実績に関する評価結果について報告がありました。次に、新潟県環境基本条例第8条の規定により、知事から環境の状況及び環境の保全の施策に関する報告がありました。次に、地方自治法第229条第4項の規定により、知事から漁港設備使用料に係る納入通知に関する審査請求に関する報告がありました。次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会から教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書の提出がありました。以上の報告については、それぞれ諸君のお手元に配布をいたしておきました。合わせてご了承を願います。日程第1、会議力署名議員の選任を行います。選令により5人と定め、議長の指名により決したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議長は森田光栄君、横口義之君、高橋直樹君、小島進君、馬場秀幸君を指名いたします。日程第2、会期の変更についてを議題といたします。お諮りいたします。新潟県議会会議規則第5条第1項、ただし書きの規定により、今定例会の会期を10月15日までの22日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は22日間と決しました。日程第3、第9号議案から129号議案までを一括して議題といたします。提出者の説明を求めます。花角知事。令和6年9月定例県議会の開会にあたり、前議会以降の県政の主な動きと提案いたしております議案の概要をご説明申し上げ、議員各位並びに県民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。はじめに佐渡の金山の世界遺産登録についてです。7月27日にインドニューデリーで開催されました世界遺産委員会において、県民の悲願であった佐渡の金山の世界遺産登録が決定いたしました。私自身、佐渡市長とともに会場で審議を見届け、決議後にはスピーチの機会をいただき、お礼と今後の取り組みへの決意を述べてまいりました。登録決定にあたり、県議会の皆様をはじめ、
これまでご支援、ご協力いただいたすべての方々に深く感謝を申し上げます。県といたしましては、国や佐渡市と連携して、この素晴らしい遺産の保存・活用に取り組み、未来に継承する責務を果たすとともに、国内外から多くの方々に本県を訪れていただき、世界遺産としての価値や本県の魅力を知っていただけるよう、情報発信などに取り組んでまいります。また8月には、世界遺産登録に続いて明るいニュースがありました。この度のパリオリンピックにおいて、本県出身の小俣昭選手がフェンシング男子エペ団体で銀メダルを獲得されました。県としてはその功績をたたえ、新潟県民栄誉賞を贈呈することといたしました。小俣選手をはじめとする本県に関係する選手たちが活躍する姿は、私たち県民に元気と感動を与えてくれました。県といたしましては、今後もオリンピック・パラリンピックなどの世界で活躍する選手を一人でも多く輩出できるよう、アスリートの活動を支援してまいります。続いて本県の主要課題について順次ご説明をいたします。第1点目は、子育てに優しい社会の実現についてです。先月公表された人口動態統計によれば、全国の令和6年上半期の出生数は約35万人となり、この傾向が続けば、通年でも70万人を割り込み、過去最少を更新する見込みとなるなど、少子化に歯止めがかからない状況にあります。県といたしましては、妊娠・出産から子育てまでの節目における経済的負担の軽減、結婚を希望する方への支援、子どもを産み育てやすい環境の整備を3つの柱として、結婚から妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援をさらに強化推進し、子育てに優しい社会の実現を目指してまいります。経済的負担の軽減につきましては、金融機関と連携した本県独自の取り組みである新潟県小結び定期について、昨年10月の制度開始から約1年が経過し、8月末現在で申請件数が約1万件を超え、順調に申請いただいているものと考えております。申請時のアンケートでは、子育てを応援してもらっているという前向きな気持ちになるなどの好意的なご意見をいただいており、引き続き対象者の皆様から確実に申請していただけるよう、市町村等と連携して周知を強化してまいります。また今年度新たにスタートした新潟安心小結び住宅推進事業については、7月に約50の事業者を決定し、子どもの事故防止や家族の触れ合い等に配慮した子育てに優しい住宅のリノベーションが行われています。今後、順次住宅の販売を開始することとしており、事業者とともに積極的な広報に努めてまいります。さらに4月に施行された子ども条例を踏まえ、子ども施策を総合的かつ計画的に推進するための子ども計画の策定を進めております。7月からは、高校生や子ども食堂の利用者などをはじめ、子どもたちに対する意見聴取やアンケートを行い、今月12日の有識者会議では、計画の概要をお示ししたところです。今後、子どもたち向けのパブリックコメントや、有識者会議でのご意見を踏まえつつ、年度内の策定に向け検討を進めてまいります。第2点目は、県民の安全安心の確保についてです。能登半島地震を受けた対応として、6月に有識者で構成する検討会を設置し、防災対策について議論を進めているところです。能登半島地震では、津波警報が発令された際に、車避難等による道路渋滞が発生するなどの課題が確認されました。検討会において、今後の円滑な避難対策のためには、今回の津波避難の実態を把握すべきとの意見が出されたことから、津波避難に関わる調査の補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。検討会の結果を踏まえ、今後の防災対策の強化に取り組んでまいります。次に、柏崎刈羽原子力発電所についてでありますが、先般、国から柏崎刈羽原発に関わる国の取り組みについて、県民へ説明する機会を設けたいとの依頼がありました。県としましても、県民に理解を深めていただくことは重要と考え、7月から8月にかけて、新規制基準適合性審査の結果や、原子力災害対策、エネルギー政策等について、関係省庁から県民に直接説明する説明会を7回にわたり開催いたしました。
今後、県民の理解をさらに深めていただくため、国には繰り返し分かりやすく丁寧に説明していただきたいと考えております。また、原子力防災訓練については、先月24日、柏崎市等において、孤立地域の発生を想定し、ヘリコプターや船舶を乗り継ぐ住民避難訓練を実施したところです。今後も国、市町村、関係機関と連携し、さまざまな想定や避難手段による訓練を実施することによって、原子力災害時における対応力のさらなる向上を図ってまいります。今月6日、原子力関係閣僚会議が開催され、本県が6月に行った柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の徹底及び実効性のある原子力防災対策の構築等を求める要望のうち、避難対策等についての政府の対応方針などが示されました。岸田総理大臣からは、政府を挙げてさらなる具体的な対応を行うよう指示が行われたところであり、このことは県民の理解を得るため、国が前面に立って取り組んでいくことの表れと受け止めております。県としましては、最終的に要望内容に沿った結論となるよう、今後も国と協議を進めていくとともに、必要に応じ、改めて要望を行うことも検討してまいります。技術委員会における柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の確認については、事業者に続き国に対する確認が終了し、現在、確認結果の取りまとめを行っているところであり、引き続き着実に進めてまいります。次に、地域医療の確保についてです。持続可能な医療提供体制を構築するためには、その基盤となる医療人材の確保が不可欠です。このため、養成段階からの医師確保に向け、県外の大学や市町村等と連携して、令和7年度医学部地域枠を今年度よりさらに2名多い、79名に拡大できるよう取り組んでいるところです。また、地域医療に従事する医師の養成を図るため、新潟大学医学部が実施する県内の地域医療等の理解を深めるための実習を支援することとし、関連する補正予算案を今定例会にお諮りしており、引き続き医師確保に全力で取り組んでまいります。地域医療構想の推進については、上越県域において中核病院の機能集約による強化などを柱とした再編に関する大枠の方向性に基づき、県域の中で求められる病院の新たな役割、機能や病床規模について、先月の調整会議で合意したところです。今後は調整会議の合意に基づき、各病院の在り方に関わる開設者間の検討をリードしながら、具体的な再編の姿を年度内に提示できるよう、引き続きスピード感を持って取り組みを進めてまいります。こうした取り組みの一方で、僻地や離島を含め、本県の地域医療を支えている県立病院と厚生連病院がともに厳しい経営状況に直面していることが明らかになったところです。このような中、両者が安定して医療を提供し続けるためには、それぞれの病院単体での改革だけではなく、県域全体を見据えて最適な役割分担と機能分化を推進していくことが一層重要になったものと考えております。そのため、今月19日には、県立病院と厚生年病院の枠を超えた連携や協力の在り方等について協議する場を設けたところであり、その中でより効率的、効果的で持続可能な体制を検討するなど、医療圏ごとの再編議論の加速につなげてまいります。第3点目は、誰もが個人として尊重され、共に暮らせる社会の実現についてです。すべての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、地域で支え合いながら共に暮らす社会を実現するため、障害のある方を含む有識者で構成する検討委員会を設置し、障害者差別解消のための条例の制定に向けた検討を行っているところです。先月には県民の皆様からご意見を伺うためのタウンミーティングを県内7会場において開催いたしました。引き続きさまざまな立場の方のご意見を伺いながら、実効性のある条例制定に向けて取り組みを進めてまいります。また今月2日から新潟県パートナーシップ制度を開始いたしました。県内ではすでに7市が制度を導入しておりますが、県が開始したことで県内全域が対象となり、県や県内市町村の行政サービスなどで活用できることとなりました。制度の導入により、性の多様性について多くの方が認識し、理解を深めるとともに、性的マイノリティの方々が抱える生活上の課題を軽減しながら、誰もが暮らしやすい環境づくりにつなげてまいります。
第4点目は地域の産業を支える人材の確保についてです。全国と同様に本県においても喫緊の課題である人手不足に対応するため、外国人の受け入れに取り組む事業者とともに先月交流協力に関する覚書を締結したベトナムのビーノー省やタインホア省を訪問したところです。現地では省政府等との連携のもと約600名の学生から参加をいただき、人材マッチングイベントを開催するとともに採用面接も実施したことにより、参加した企業では今後の採用に向けた動きが出ているところです。また今回の訪問では大学など学校間の交流も行われたところであり、これらを契機として外国人材の確保や人的交流の拡大に向けたさらなる取り組みを進めてまいります。第5点目は交流人口の拡大とにぎわい創出についてです。先月8日銀座新潟情報館ザ・新潟が全館グランドオープンいたしました。お客様からは産地直送の食材や新潟製紙の試飲などに評価をいただいており、また運営事業者の当初想定した来場者数や販売額におおむね至っていることから順調なスタートを切ることができたと考えております。今後も多様な県産品の魅力をその背景にあるストーリーと合わせて発信するとともに、訴求力の高いイベントやビジネス商談会を開催するなど、国内外の多くの方々から親しまれ、新潟への人の動きを作り出す情報発信拠点となるよう努めてまいります。次に、大阪・関西万博についてです。来年4月から開催される万博には、国内外から多くの来場者が見込まれており、県としてはこの機を捉え、関西圏や海外の方々に対して、新潟が誇るさまざまな魅力を発信し、交流人口の拡大につなげたいと考えております。そのため、県では期間中、万博会場に県の石である翡翠を展示するほか、6月に食と暮らしの未来をテーマに、本県の食の魅力を発信する催事を開催することとしております。また7月には、錦鯉や花火等の県産品について、デジタル技術を活用し、趣向を凝らした展示を行うこととしており、関連する補正予算案を本定例会にお分かりしているところです。地域航空会社トキエアについては、中部国際空港への就航を今月27日と公表したところです。既存の岡玉線と仙台線も7月12日から毎日運行が開始されたところですが、路線の安定化等のためには、利用者数の増加が必要であることから、引き続き認知度向上や利用促進に向けた取り組みなどを支援してまいります。次に、世界遺産登録を契機とした誘客促進についてです。この度の佐渡の金山世界遺産登録は、佐渡をはじめとする本県の魅力の認知度を向上させ、多くの観光客を呼び込み、本県の豊富な地域資源をアピールする絶好の機会と捉えております。そのため、登録の効果が全県に波及し、持続するよう、市町村と関係者と連携しながら、佐渡や県内各地の多様な魅力を積極的に発信し、年間を通じた県内周遊の促進やリピーターの獲得に取り組むこととしており、関連する補正予算案を本定例会にお諮りしているところです。次に官民連携の取り組みについてです。港湾緑地におけるにぎわい創出については、一昨年度、港湾法の改正により創設された港緑地 PPP を活用し、新潟港の万代テラスにおける長期貸し付けに向けた事業者公募を開始したところであり、万代島地区のさらなるにぎわい創出に取り組んでまいります。また県立都市公園においては、今年度よりパーク PFI の導入可能性について検討を行っておりますが、今月から民間事業者の参加意欲や提案内容を確認するためのサウンディング調査を開始いたしました。この調査結果を踏まえ、事業効果が見込まれ導入が可能と判断された公園について来年度以降事業者を公募していく予定としております。引き続き利用者の利便性や施設の魅力向上を図られるよう、民間活力導入による取り組みを進めてまいります。第6点目は地域公共交通の維持についてです。近年人口減少やドライバー不足等を背景に定期路線バスが縮小廃止されるなど、地域における移動手段の確保が喫緊の課題となっております。このため県といたしましては、市町村とともに地域の交通資源をフル活用した取り組みを進めてまいりました。その中でも自家用車を活用するライドシェアは有効な方策の一つとして考えられることから、7月に市町村やタクシー事業者を対象とした会議を開催するなど、
県内での導入拡大を図っております。こうした中、来月には新潟市南区において県内初となるタクシー事業者によるライドシェアの実施が予定され、その他の地域においても検討が行われるなど具体的な動きにつながってきており、引き続き導入に向けて必要な支援を行ってまいります。米坂線につきましては、この8月で被災から丸2年が経過いたしました。県といたしましては JR による鉄道復旧維持が望ましいと考えており、現在 JR から示された4つの復旧パターンにおける自治体の関与や負担等について山形県とも連携しながら JR と協議を行っているところです。引き続きしっかりと協議を重ね、地元の意向を受け止めながら復旧への道筋が得られるよう調整を進めてまいります。第7点目は、付加価値の高い持続可能な農林水産業の実現についてです。昨年夏の過去に例のない異常高温と少雨による米の著しい等級低下を受け、県では生産者や関係団体と一体となって、新潟米の安定生産に向けた取り組みを進めてまいりました。令和6年産米の本県の作柄は平年並みと見込まれ、品質についても良好と伺っており、異常気象に備えた生産現場での取り組みが実を結んだものと受け止めております。県といたしましては、良食味で高品質な新潟米を全国の消費者にしっかりとお届けできるよう、集荷団体や流通事業者と連携した販売促進活動を積極的に展開してまいります。先月、県内の養豚場では初めてとなる豚熱の感染が確認され、地元自治体関係団体からの協力を得て迅速に防疫措置を完了することができました。本県では県内すべての飼養豚にワクチン接種を実施しているほか、野生イノシシへの経口ワクチン散布を行い、感染リスクの低減に努めるとともに、近隣県での事案発生を受け、強い危機感を持って飼養衛生管理基準の順守徹底を指導してきたところです。こうした中で豚熱が発生したことを重く受け止め、国による現地調査で指摘のあった防護柵設置による野生動物侵入防止対策の実施等について、県内すべての養豚場に対し、改めて確認指導を行ってまいります。加えて、これから発生リスクが高まる鳥インフルエンザについても、県内養鶏場への巡回指導を継続的に行うなど、警戒を緩めることなく、発生予防対策に努めてまいります。第8点目は教育についてです。県教育委員会では、急速に進行する少子化の状況下における、本県の高校教育の在り方を、県民の皆様へ早期にお示しするため、現在、次期県立高校の将来構想の策定を進めております。先月開催した県総合教育会議においても、少子化の中における魅力ある学校づくりをテーマに、教育委員の皆様と意見交換をしたところです。その中で、地域との関わりや学びの多様性に主眼を置いた魅力ある学校づくりの方向性などについて、教育委員の皆様と認識や課題を共有させていただきました。本定例会において、教育委員会から生徒、保護者等を対象としたアンケート結果や市町村長などのご意見を踏まえた次期構想の素案をお示しすることとしております。議会においてご議論いただくとともに、今後、地域説明会やパブリックコメントを通じて、県民の皆様のご意見をお聞きしながら、引き続き検討を進めてまいります。また、公教育の一翼を担う私立高校についても、少子化の状況下において、見学の精神に基づく特色ある教育を引き続き進めていただけるよう、将来を見据えた取り組みについて議論を始めたところです。本県の高校教育の質の維持、向上を図るため、生徒、保護者から選ばれる学校づくりを一層進めてまいります。第9点目は、北朝鮮による拉致問題についてです。曽我ひとみさんら5人の帰国から22年が経過しようとする中、残念ながら未だ具体的な進展は見られず、拉致被害者やそのご家族の高齢化が進み、拉致問題の解決に向けて、もはや一刻の猶予も許されません。政府には、特定失踪者も含め、拉致被害者やそのご家族の差し迫った思いをしっかり受け止め、国際社会とも連携しながら、一日も早い日朝首脳会談の実現に向けて、働きかけを一層強め、全力で外交交渉に取り組んでいただきたいと思います。今月新たに着任された駐日韓国大使にお会いした際には、拉致問題の解決に向けた協力をお願いし、大使からは、人権問題という観点から、拉致問題の解決に向けて取り組むべきとのお言葉をいただいたところです。県といたしましては、引き続き国に働きかけていくとともに、政府の取り組みを後押しするため、市町村長の会等とも連携し、11月に開催予定の忘れるな拉致県民集会、
県内各地でのパネル展や映画上映会、若年層向けのセミナーなど、幅広い世代に向けたさまざまな啓発活動を通じて、県民に拉致問題への関心を持ち続けてもらえるよう取り組んでまいります。第10点目は、県の最上位計画である総合計画の改定についてです。年度内の改定に向け、検討を進めている総合計画については、先月開催した総合計画評価策定検討委員会において、現行計画に掲げた目標に対する各政策の進捗状況等を踏まえ、委員の皆様から今後の政策の方向性等についてご意見をいただくとともに、計画の最終評価について報告書を取りまとめました。併せて、住んでよし、訪れてよしの新潟県を基本理念とする総合計画の骨子案をお示しし、ご議論いただいたところであります。今後、議会においてもご議論いただくとともに、現行計画の評価や委員会の意見を踏まえながら、具体的な計画づくりに向け、さらに検討を重ねてまいります。最後に行財政運営についてです。先般お示しした中期財政収支見通しでは、金利動向や国の経済見通しなどを踏まえ、再算定した結果、これまで同様、令和13年度の交際費の実負担のピークに対応できるという見込みに変わりはないものと考えております。しかしながら、今後の経済状況や国の地方財政対策等の動向などによっては、収支の大きな変動も想定されることから、引き続き持続可能な財政運営の実現に向けて、しっかりと取り組んでまいります。また、県債管理基金の交際費調整分を活用した交際費の償還の前倒しについては、8月に20億円実施したところであり、今年度の収支状況を見極めながら、できる限り将来における金利負担の軽減が図られるよう取り組んでまいります。続いて提案しております主な議案についてご説明申し上げます。第109号議案は一般会計補正予算案でありまして、総額49億6185万4000円の増額補正についてお諮りいたしました。今回の補正は、先ほどご説明した佐渡の金山の世界遺産登録を契機とした本県への誘客促進に必要な経費のほか、規定経費の振り替えにより、当初予算編成後の事由による緊急性のある経費等について、合わせて計上しております。その結果、補正後の予算規模は、1兆2938億9166万3000円となります。次に、その他の主な条例案件等についてご説明申し上げます。第113号議案は、令和6年度末の県立幼稚園の閉園に伴い、県立幼稚園に関わる記述を削除するため。第114号議案は、近年の光熱費高騰等を踏まえ、新潟ユニゾンプラザの使用料を改定するため。第115号議案は、地域再生法の改正に伴い、県税の特例の対象施設として、特定業務児童福祉施設を追加するため、それぞれ条例の省用の改正を行うものです。次に、第117号議案は、契約の締結について、第118号から第122号までの各議案は、権利の放棄についてお諮りするものです。最後に、第123号から第129号までの各議案は、企業会計に関わる決算の認定、および利益剰余金の処分についてお諮りするものです。以上、主な議案の概要につきましてご説明申し上げましたが、何卒慎重にご審議の上、各議案それぞれについてご賛同賜りますようお願い申し上げます。お諮りいたします。第109号議案から第122号議案までは、審査のため、諸君のお手元に配布の議案付託表のとおり、各部門の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、作用を決しました。人口減少問題対策特別委員長、防災脱炭素社会づくり特別委員長、および県民所得アップ対策特別委員長から、発言を求められておりますので、順次これを許します。まず、人口減少問題対策特別委員長の発言を許します。二礼達夫君。人口減少問題対策特別委員会における
6月定例会以降の調査経過についてご報告を申し上げます。本特別委員会は9月4日に会議を開催し、人口減少の現状とそれに伴う影響についておよび結婚や妊娠、出産への支援について調査を行いました。最初に知事政策局長から本県の人口減少の現状とそれに伴う影響について、福祉保健部長から少子化対策としての結婚支援や安心して妊娠・出産できる環境づくりについてそれぞれ説明を聴取し、次いで質疑を行いました。まず質疑が行われた主な項目について申し上げます。一つ、子育てに関する経済的な不安の払拭について。一つ、若年層へのライフデザイン教育の推進について。一つ、人口減少下における医療提供体制の維持について。一つ、移住・定住促進に関連して。1、女性の県内定着に向けた支援について。2、外国人移住者の受け入れ環境整備について。3、市町村と連携した住環境の魅力発信について。4、転入超過となった湯沢町の取り組み事例の横展開について。次に調査の過程で述べられた主な意見について申し上げます。人口減少問題への対応にあたっては、厳しい財政状況の中、自然減、社会減、双方への幅広い取り組みが求められているので、国からのさらなる支援を要望するとともに、実効性のある施策の展開に努めるべきとの意見、以上をもってご報告といたします。どうもありがとうございました。次に防災・脱炭素社会づくり特別委員長の発言を許します。佐藤淳君。防災・脱炭素社会づくり特別委員会における6月定例会以降の調査経過についてご報告申し上げます。本特別委員会は9月2日に会議を開催し、災害時における医療・福祉支援体制の確保に向けた取り組みについて調査を行いました。最初に福祉保健部長から災害時における医療救護体制の整備について、福祉保健部長および防災局長から要配慮者の安全対策についてそれぞれ説明を聴取し、次いで質疑を行いました。まず質疑が行われた主な項目について申し上げます。1つ、災害拠点病院の耐震化の状況について。1つ、要配慮者の安全対策に関連して。1、福祉避難所における介護人材の確保について。2、個別避難計画の策定に向けた市町村への支援について。3、医療的ケア時の避難訓練について。4、原子力発電所周辺の病院や福祉施設における放射線防護対策の推進について。次に調査の過程で述べられた主な意見について申し上げます。離島における災害時、医療救護体制の整備にあたっては、島内医療の逼迫や機能不全も懸念されるので、関係機関とのさらなる連携強化により、ヘリコプター等を用いた患者搬送手段の十分な確保に努めるべきとの意見、以上をもって報告といたします。次に県民所得アップ対策特別委員長の発言を許します。樋口秀俊君。
県民所得アップ対策特別委員会における6月定例会以降の調査結果についてご報告申し上げます。本特別委員会は9月6日に会議を開催し、令和6年能登半島地震及び物価高騰の影響を受けている県内産業の課題と対応について調査を行いました。最初に産業労働部長から、令和6年能登半島地震及び物価高騰の影響を受けている県内産業の課題と対応について、農林水産部長から、令和6年能登半島地震による農林水産業被害への対応について、及び本県の農業及び水産業に与える影響と、物価高騰等に向けた支援について、それぞれ説明を聴取し、次いで質疑を行いました。まず質疑が行われた主な項目について申し上げます。1つ、適切な価格転嫁の促進について。1つ、木材の生産供給拡大に向けた連携強化について。1つ、消費喚起需要拡大プロジェクト応援事業における好事例の横展開について。1つ、農産物の価格転嫁に向けた生産コスト上昇の見える化について。1つ、農産物の安定生産及び供給に向けた取り組みの強化について。1つ、現下の厳しい経済情勢下における企業創業への支援について。次に、調査の過程で述べられた主な意見について申し上げます。令和6年能登半島地震の影響を受けている中小企業等への再建支援にあたっては、補助金交付の迅速化に加え、今後も見込まれる交付申請への対応が求められるので、円滑な事業実施に向け、必要な予算の確保に努めるべきとの意見。以上をもって報告といたします。お諮りいたします。議案調査のため、明9月25日は本会議を休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、作用を決しました。お諮りいたします。次回は9月26日午前10時から開くことにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、作用を決しました。本日の議事日程は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。